彼女が学んでいるのは主に日本の気候風土や生活様式などを表現する日本画。絵は幼い頃から好きだったが、高校は普通科で、本格的に学び始めたのは大学からという彼女。未経験の彼女だったが、教員の指導のもと技術はめきめきと上達し、3年生になった時、第77回熊本顕微展の日本画部門協会賞を受賞するなど、その才能は一気に開花した。まだ美術には本格的に触れていない高校生の頃、テレビで紹介されていた学芸員に憧れて、今はその夢は叶えられるものだと現実的に感じられるようになりました。ただ学芸員は絵を描く技術だけではなく、美術に対する深い造形が必要なので、今は夢に向かっていろいろと学んでいる最中です。アトリエにこもって絵を描くだけじゃなく、学園祭の実行委員など大学でのキャンパスライフを大切にしようとする彼女の思いと行動が、卒業へ向けた作品作りや人生の未来設計に彩りをもたらすことは間違いないだろう。